おお、いらっしゃい。あ、奥としたか。ねえ、私。私も。ねえ、栗田さん。個室入ってたのって、モデルの？もう会えてね。おお、すごいね、みんなと。クレちゃん、久々。おー、久々。新店舗オープンおめでとう。栗田さん、オープンおめでとうございます。おー、クレちゃん、ありがとう。今日も可愛いね。おい、これ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 、その彼女ナンパしない。彼女つらいんだ。え、彼女つらいんだ。誰よ。え、妹さん。え、妹。え、父だよ。あー、あれ、そんなところでナンパ待ちしてても一生誘われるわけないのに。芸能人とつながりたいって下心が丸見えなんだよな。ああ、下品。おー、カツさん、みおりちゃん、ハロー、おつ、おつす。だから流行ってねえで、これ。九州で流行ってねえ。マジで大変だった。思うんだよな。ドレミちゃんです。ドレミちゃん、はじめまして。ドレミちゃんっていうの？え、知らないの？いや、え、あのドレミの歌をセクシーに歌ってみた動画のドレミちゃんだよね。何それ何それ。よろしくね。にしてもさ、あのカズサがこんな若い彼女作るとはな。うるせえよ。こいつ撮影中もずっとみおりちゃんの話してたんだ。そうなんですか。恥ずかしい。嘘ばっかつくな。嘘なの。嘘じゃないです。仕事してください。あっすー、お疲れ。おー、レイナ。レイナちゃん。ちゃんもいいじゃん。どうも。カズさんもいいよ。おい、ちっお前もう酔ってるだろ。8杯だけ。てか髪黒くなってんじゃん。撮影で黒くしたの。誰？どうも。あー、レイナ、こちらカズさんの彼女のみおりちゃん。へえ。私、小沢玲奈です。よろしくね。はじめまして、木本美織です。よろしくお願いします。カズさん、久々じゃん。久々だけど。はい、これ。なにこれ。こないだ誕生日だったっしょ。え、マジで？うん。何歳になったの？30年。わ、おじさん。おい、玲奈もそんな変わんないだろ。ああ、私まだ29だもん。はいはい。なにこれ、ハブ州？うん。先週沖縄行ってて。へ、ああ。え、じゃあこっちは？それもハブ州。もっとすごいやつ。おい！下品なやつ。新規彼女の前での私仲いいですアピールで、どうせこの後は。え、ってことは私たちもう出会って8年ぐらい経つってこと？そんぐらい経つか。うわ。はい、来た。もう出会って何年だねアピール。そもそも出会って何年も経ってんのに新規彼女にマウント取んなよ、ダセ。でもカズさ、タイプ変わったね。前はもっと綺麗でモデルみたいな子がタイプだったのに、なんか正反対になっててびっくり。おい、レイナ、みおりちゃんごめんね。こいつほんとサバサバしててこういうこと言っちゃうんだよ。悪気はないんだよ。いいやつだから許してね。全然。初めてカズさんの女友達に会えたので嬉しいです。カズさんのこといろいろ教えてください。もちろん何でも聞いて。やった。何から聞いちゃおうかな。じゃ絶対。残念でした。あんたらはいかにも自分が最高の理解者みたいな顔してるけど、扱いは男友達と一緒なんだよ、バーカ。なんかみおりちゃん子供っぽくて可愛い。私って子供っぽいですかね。そんなことないよ。みおりちゃんはマジで可愛い。港区女子にはない純粋さがある。めっちゃわかる。ドレミ、嬉しい。ありがとうございます。レイナさんは大人っぽくてかっこいいです。え、確かに
レイナは昔から大人っぽかったイメージ。うん、なんかすごく頼りになってお母さんみたいです。はあ、つまんな。そっちが喧嘩売ってきたんだから最後まで戦えっつーの。おお、じゃあそう俺の。おお、めっちゃ飲む。おお、一気に。おお、レイナさんすごいやん。9杯目。はいはい。じゃあドリンクも揃ったし、うん、乾杯しますか。うん。じゃあミオリちゃん。私たちの出会いに乾杯。乾杯。はい、乾杯。白々しい。とっとと去れ、散れ。いいわ、みおりちゃん、酔っちゃった。歴史だね。やろうね。みおり？大丈夫？酔った？あれな。お前が無理に飲ませるからだろ。はあ、私？みおりちゃんってお酒飲んだら眠くなっちゃうタイプなの？つまんない。おい。いるよね。お酒の強さで戦おうとしてくるやつ。しょうもな。こういうやつが一番うざい。カズサにはいつも迷惑かけちゃって。全然。カズサ優しいから、たとえ嫌でも顔に出せないもんね。ほら。おい、レイナ。そんなんだから女友達できないんだぞ。そうだぞ。だって女ってめんどくさいし、男の方が裏表なくて楽じゃん。ね、みおりちゃん。え？私はそんな。カズさお酒好きなのに、彼女が寝ちゃったらぶっちゃけつまんないでしょ。はい。こらー、言い過ぎ。さあ、暴力反対。暴力やりません。これは違います。暴力でーす。はい、すみません。何その謝り方。カズさ。私そろそろ限界かも。帰る。うん、帰ろうか。カズサ帰んの。ああ、クソつまんなかった。なんでもうちょっと飲もうよ。もう飲めません。おい、売れっ子。それやめろ。あ、待って、そうだ、リュウちゃんさ、今度の水曜日さ、あれ水曜日何時できた？朝6時6時。あんたさ、自分のこと勝ち組だと思ってんだろ。私が蹴落としてやるよ。